1964年のアメリカ空軍 T-39 機の撃墜事件は、冷戦の最中の1964年1月28日に、訓練中であったアメリカ空軍の非武装の T-39 セーバーライナー機が、東ドイツのエアフルトで、ソビエト空軍のミグ -19 戦闘機に、撃墜された事件である。当該機の乗員は、ジェラルド・ハナ・フォード中佐。 ドナルド・ミラード大尉とジョン・ロレイン大尉の3名であった。この3名全員死亡というのは、冷戦の最中の数少ない直接的な要因での死亡者となった。第二次世界大戦の終結による脅威の停止に、続いてアメリカ合衆国、カナダ、ヨーロッパの西側諸国とソビエトブロックの間で冷戦として知られることになる、情勢が醸し出されていた。アメリカ合衆国と、 ソビエト連邦の間の緊張は、鉄のカーテンの境界線地帯、特に西ドイツと東ドイツで感じられ、この期間のこの二大超大国間の関係は、敵対的な態度、諜報活動や数多くの事件による人的物的損失により、特徴づけられていた。これらの中で最も有名なものは1960年5月に発生したフランシス・ゲイリー・パワーズ操縦の、 ロッキード U-2 スパイ機がソ連上空で撃墜された事件であった。1964年1月28日、アメリカ空軍第7101航空基地、航空団所属の非武装の CT-39A-1 のセイバーライナー総発ジェット練習機、空軍で最初の T-39 機である62から 4448C、 N276 から1が定期の3時間訓練飛行に向けて14時10分に西ドイツのビリスバーデンを出発した。練習機にはジョン・ドレイン隊員と訓練生のジェラルド・ハナフォード中佐、ドナルド・ミラード隊員の3名が登場していた。ロレインは有資格の教官である一方、ハナフォードとミラードの両名は タキシュの操縦経験はあったものの T-39 の操縦資格を取得するための訓練中であった。離陸後47分後に2つのアメリカの防空基地のレーダーが500マイルパーアワーの速度で東ドイツの方へ急速に移動する。レーダー表示上のブリップに気づくまでは飛行は順調に進んでいた。誤った飛行経路を修正しようと各々の基地は空軍が使用するものと、 ソ連側も傍受している国際緊急無線周波数で当該機へ呼びかけた。T-39 機への繰り返しの呼びかけに応答はなかった。T-39 機の無線装置が機能しておらず、搭乗員たちは応答ができないらしかった。T-39 機は国境を越えて東ドイツ領内に入った。5分以内に当該機の周辺に2つのブリップが現れ、 11分の間3機の航空機を表す、ブリップは東の方向へ移動していった。その後2つのブリップは唐突に西へ変身し、1つのブリップが消えた。T-39 機の飛行を監視していた、アメリカ側の人員は何が起こったのかを測りかねて、いたが、五国国境から50マイルの距離にあるホンゲルスベルクの住民が機関銃や、 機関砲の発砲音を聞き航空機が墜落するのを目撃したという報告が入ってきた。事件は15時14分頃に発生したと信じられている。17時にベルリンのアメリカ軍事連絡部はアメリカ軍航空機搭乗員の捜索救難活動に備えて待機を命じられた。18時に捜索班はベルリンから東ドイツのエアフルトへ向けて出発し、19時15分に アセメレムの指揮官は、ソ連側の対応部署に対して、機体の発見と生存者の救出の援助を、ヒューブナー・マリー人協定を通じて要請した。20時に、捜索の第2班がベルリンを出発したが、それとほぼ同じ頃に、第1班は、エアフルトの北20キラマターズの墜落現場に到着した。第1班は、東ドイツの民間人から、アメリカの航空機が墜落。 炎上して搭乗員は死亡したという報告を受けていた。夜間にもかかわらず、アメリカの捜索班は機体に接近しようと試みたが、幾度も現場のソ連側武装人員に追い払われた。彼らはいかなる航空機の墜落も否定し、アメリカ側の二つの捜索班は1月29日14時に解放されるまで短時間の間抑留された。1月29日に、 アメリカ合衆国国務省はソ連が非武装の航空機を撃墜し、不必要に3名のアメリカ軍士官の死を招いたことを非難した。ディーン・ラスク国務長官はこの行為をショッキングで無意味な行動と呼んだ。ソ連の通信社タス通信の報道によるとモスクワは当該機が東ドイツ領空を侵犯し、信号にも応えず、その後に警告射撃を行ったと主張した。 ソ連側は自分たちがアメリカ家を撃墜する手段を取らざるを得なかったと言った。1月30日にソ連はアメリカ側の人間の墜落現場への立ち入りを許可した。これは翌日のことであり、後に搭乗員3名の遺体はメリーランド州のアンドリュー空軍基地を経由して返還された。カーチする名将軍が遺体を運んで帰ってきた機体を出迎え、軍装の式典に参加した。 機体の残骸も回収されて、1964年2月1日にベルリンへ持ち帰られた。フォーゲルスベルク近くの墜落現場にある、慰霊碑鉄のカー,ーテンが取り払われると、中輪原州のフォーゲルスベルクの町近くの住民により3名の搭乗員の慰霊碑が、建立された。ありがとうございます。